ジョン・バニーのポーカー中毒治療法は、1912年の短編サイレント映画。主演は、ジョン・バニーとフローラ・フィンチである。バニーの死後、エーシュア・キュア・フォー・ポコライテスという別タイトルでの再発売が発表された。この家庭内喜劇映画は、週末のポーカーゲームにおいて、いとこに、偽物の警察の捜査を演じさせることで、夫のギャンブルの習慣をやめさせる女性を描いている。 制作はバイタグラフスタジオである。この映画のユーモアのスタイルは時代遅れのものとなったが、その時代とジャンルにおける歴史的な重要性を持つ代表的な作品であるとみなされている。メディアを再生する AQR4 ポコライテス本作は家庭を舞台としたバニーとフィンチが主演する数多くのバイタグラフスタジオの短編、あるいは小編映画の一つであり、 こうした作品はバニーグラフスあるいはバニーフィンチズとして広く知られている。バイタグラフスタジオの映画は一般的に保存されていないため、こうした短編映画の元々の制作本数は不明である。推定値はかなり異なり、合計で150本以上、200本、あるいは260本などとされている。その大部分は現存していない。ありがとうございます。